内池武者ムシエモンは、江戸時代末期の川越藩士、先登録という幕末の解剖記録を記した。アメリカ海軍東インド艦隊司令官、マシュー・ペリーが黒船4隻を率いて、裏側に寄港したのは、海盟6年であったが、その7年前にアメリカの軍艦が初めて日本に来港した。日本との通商や外交交渉の開始を求めた。 ジェームズ・ビットルアメリカ東インド艦隊司令官だった。ビットルは、ヴィンセンスとコロンバスの二隻を率いて、降下3年うるう5月27日、裏側にやってきた。アメリカ商船、モリソン号の来航は、天保8年にあったが、米軍艦の来航は、日米外交史で、これが初であった。江戸幕府は、文政三年、 藍津藩に代わって、川越藩に、三浦半島東部の警備を命じ、川越藩は、相模国三浦郡に一万五千石の領地を構え、藩兵を駐屯させていた。天保十三年には、江戸湾の警備が強化され、川越藩は浦郷から三崎に至る、三浦半島と南岸一帯の担当となり、厳戒体制が命じられた。うる5月27日朝、 黒船が城ヶ島に現れたとの漁民の知らせで、川越藩の裏の里陣屋にいた川越藩四十二名は、三崎浜から小舟で飛び出した。先陣争いは武士の務めであり、強風に逆らって三里藩ほど進んで二隻の黒船を発見、そのうちのヴィンセンスに接近した。内池武者エモンは単身で、ヴィンセンスの腕着の鎖に飛びついて、スルスルと感情によじ登ると、 川越藩のお船印を、ヴィンセンスの選手に立て、一番のりの名乗りを上げた。あっけに取られている、ヴィンセンスの水兵たちを尻目に、藩士たちは、旗印を船尾にも立てた。藩士らは面白がっているアメリカの水兵と、身振り手振りで交渉、ヴィンセンスに乗船していた、中国人船員を通じて、漢字の筆談も行い、酒を飲み交わし腕相撲を取った。日米の兵士による、 初の交流であったと言われている。これらは武者エモ門が記した先登録という手記に残されているエピソードである。先登録の写本は川越市立中央図書館が所蔵している。司令官ビットルは記録を残していないが、ペリーの記した日本遠征記にはビットル艦隊が経験した話として、この武者エモ門らが立てた日本の棒の話などがあり、先登録の記述と よく一致している。夕方になって、武者エモンらが、ヴィンセンスを下船する際に、気に入られた武者エモンだけが、懐中時計を、お土産にもらった。日本で最初に、西洋式懐中時計を所有した人物、とされる。鎖国政策の世で、武者エモンは、その事実を隠していたが、明治になり、懐中時計のことを話すと、それが県令の耳に入る。明治初期には、 西洋時計は町には全くなく、武者衛門は高級で川越町の地方管理主任に雇われたという、ありがとうございます。